はい、それでは今回から邪悪な魔法に蝕まれた故郷を救うアクションゲームインファナックスを新しくシリーズとして実況していきます。この動画はゲームそのものの情報やポイントを簡単に紹介する前置き動画なので、実際のプレイから見たい方は次の動画からどうぞ。ということで、2022年2月15日にリリースされたインファナックスは、今月のスチームチェック配信で気になっていたタイトルの一つですね。開発チームはバーザークスタジオ、パブリッシャーはザ・アーケードクルー。お値段は2499円です。そのスチーム以外にマイクロソフトストアでもリリースされていて、 Xbox ゲームパスの対象タイトルになっています。それで今回は僕もその Xbox ゲームパスをね、利用してパソコンで、インファナックスプレイしていくんですけど、なんかそのスチーム版とね、どこか違うみたいなことは、きっとないと思います。それでゲームをね、起動するとこんな注意書きが出てくるので、これシリーズね、今から視聴してくださる方はこのあたりご了承というか、気をつけていただけるといいかなと思います。正義の名のもとに行われる暴力行為っていうフレーズがすでに結構強くって興味を惹かれるところではありますけどね。ゲームの内容としてはレトロ調な 2D アクションゲームなんですけど、そのプレイヤーの選択によって物語が変化するシーンがあったりして、それがねエンディング分岐に関わってたりとか、あと探索型の要素、いわゆるねメトロイドバニアって呼ばれてるようなゲームの仕組みも入ってたりするみたいです。トレーラーとか見た限りはそのアクションの部分もね結構楽しそうで、投資でちゃんとクリアしてみたいなっていう風に思ったタイトルだったので、結構久しぶりのねシリーズタイトルっていうことになると思うんですけれども、このインファナックスをそういった理由から選びました。ということで、いつも通りざっくりした説明なんですけど、それぞれ動画の概要欄にはストアページの URL も載せてるので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは次の動画から新シリーズよろしくお願いします。